平安時代中期の苦行。藤原北景官院流、大城大臣、藤原金末の長男。正治倉い、中納言、太宰言の掃除。一条朝初頭の永遠二年十五位下に助釈すると、翌永遠三年十五位上、自重、永祖二年右、兵衛佐に助任される。しかし、省略二年昭納言、蝶徳元年十四位下。 兵部大輔とこの江少将を経ずに関東を進めた。長徳2年の長徳の変を通じて、権力の座についた左大臣、藤原道長の下で、長徳3年父の藤原金星が内大臣に就任すると、実情も長徳4年に、右この江中将に任せられ、長法3年十4位以上ついで正4位した、長法6年増人等と昇進し、観光5年十3位。 三義に除任されて苦行に劣した。犠牲官として、中宮の藤原明子の中宮の健介や佐兵忠だを務め、この間の長は二年生三位に、少女されている。長は四年父、金星の左この枝小児人の代わりに、県中納言に昇進し、その後、五一条朝で、肝心二年中二位、治安三年中納言に除任され、万寿元年生二位に至る。 長元六年打宰言の措置を兼任する。しかし、長元九年実情の老頭であった、源のいたす親が、打宰不天満宮を支配していた安楽寺の混ぜ物を盗んだことが原因で、安楽寺から訴えられてしまい、長略二年中納言兼打宰言の措置を解任されて、除名された。なお、この紛争の原因となった、源のいたす親は、沖への流罪に処せられた。 長略4年方位の正二位に服している。五霊勢朝初頭の監督元年12月22日に出家し公挙。去年71人相を見るに見識があり、藤原の道長三男の秋信が自身の娘との結婚を望んでいることを知ると、秋信に出家の相が出ているとして、これを断った。果たして秋信は後に出家したので、その人を見る、目の確かさを、 大鏡の中で賞賛されている、苦行部人による、ありがとうございます。